こんばんは。見てください。ダイヤル式の鍵を作りました。今は鍵がかかっていますが、数字を05に、つまり工事にすると鍵が開きます。ほら開きました。ということで今回は、この鍵の仕組みを解説しましょう。超簡単ですがね。では行こう。まず、鍵が開いた時に穴の中はどうなっているのか、見てみましょう。綺麗に下まで覗くことができる状態ですね。これなら私も入れそうです。次にパーツを分解してみましょう。数字が書いている円盤以外は、穴が開いているただの板です。一番下はもちろん貫通してません。では数字が書いてある部分を見てみます。全部同じなので一番上に注目。輪っかの一部だけボコッとしています。棒の部分も、数字の円盤のところだけボコッとしています。わかりやすいように色を変えました。つまり、数字の部分が回転して、特定の位置に来た時だけ、棒が引っかからずに上に持ち上がるということですね。単純明快、簡単ですね。でもこれだと、鍵の番号を好きな数字に変えたり、できません。このようなダイヤル錠を固定式というらしいです。これだと不便と感じる方もいたみたいで、好きな数字に変更できる可変式が開発されました。可変式についても再現できたらいつか動画にしましょう。